どうも皆さんこんにちは、開封大好き、よしひろです。どうも皆さんこんにちは、ときわゆいです。で今回はときわゆいちゃんと、マジックの話をしていこうと思うんですが、おい、一応ね、題材として、マジックには、他の、ね、TCG に比べて、魅力的な女性が少ないと、いっぱいいるんですよ。魅力的な女性はいっぱいいるんですけど、他みたいにね、その女性しないので。そうね。で逆に俺それをね、逆手にとって、そう、マジックにはね、魅力的な男性がたくさんいるわけですよ。おい、そう、なんかもうマッチョだとかね、ハゲだとか、そういうなんか大人の女性に向けた魅力的な男性がたくさんいるっていうことなんで、だから今回は逆に、その男性の魅力をね、お伝えするような動画にしようと考えております。素晴らしいですね。そう、だから魅力的な男性がたくさんいるのに、マジックのユーザーの大半は男性っていう。で企画内容としては、その魅力的な男性と出会えるものとしては、乙女ゲームってお、ありますね。女性がその、たくさんのね、かっこいい男たちに囲まれて、どの男の子にしようかなみたいな感じで、よしやってるの？やるわけないよ。そうね、マジック の登場人物をちょっと乙女ゲー風にして、するとね、こいつはどんな立ち位置なキャラなんだみたいな感じで、その女性に分かりやすくね、こいつはこういう魅力があるぞみたいな風にしてお伝えしていこうと思うんで、よかったらね、最後まで見ていってください。はい。だからじゃあちょっとね、そうだな、じゃあ大体さ、じゃあこれ学園ものとして考えて、一応あーよくある設定だね、で時はゆうちゃんがこのマジック学園に転入してきて、でいろんな男と会うとして、今日は楽しみだな、初日1日目、転入1日目みたいので、で大体最初に会うやつどんなやつ？最初に会うのは大体その、もちろんみんな男の子みんなが主人公だし、どれをその自分のフィアンスにするかはさ、自分が選べるけれども、大体本当にザ・主人公みたいな人が一番最初に多分会える。ああ、なるほどね。すごく明るくて、本当天真爛漫、笑顔が素敵みたいなキャラクターが多分最初に出てくるんじゃないか。俺ね、それね、もう1枚しかないと思う。本当にそれがね、こいつですね、野生作りのジアン・ヤングですね。こいつが多分一番最初に出てきて、なんか、お前転入生なのかみたいな感じでやってきて、時はお前、いい匂いするなみたいな感じで。いや、そんな、そんな嫌だ。嫌だね、絶対選ばないもん、私それ。いや、とりあえず、でも今回のこのマジック学園において一番最初に出てくるやつはこいつだもん。本当に、でも一言目に絶対いい匂いだなって言わないからね。こいつは言うんです。セクハラ大魔王なの？全然こいつ別に悪気ないのよ。あ、そうか。その純粋無垢だから、あ、言っちゃうのね。言っちゃうの。ワンコ系だ。そう、ワンコ系。と、いうことで、一番最初に出てきて、なんかお前学校のこと知らねえだろ。よかったら俺がいろいろ教えてやるよみたいな感じで。はいはいはい、そうだね。なんかすごくこう、幼馴染感は出てくる。なんていうの、そう、元気だし、あと多分スポーツとかもなんか、ああ、もう全然、こいつサッカー部だから。あ、大丈夫、こいつ本当にサッカーする、サッカー部だ、俺の想像の中だよね。っていうことで、まずこれオーソドックスな主人公ポジションとして、これジアン・ヤングっていうのがいるんで、なんかマジック知らない、ね、女性の方、まずちょっとこいつチェックしてみてください。ぜひ、好きな食べ物はカツ丼です、バナですね、あと。わかった、で、次にいるキャラクターはどんなのがいる？次のキャラクターは、じゃあ例えば、学校だもんね。学校。先輩とか。先輩ね、はい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 。ちょっと、俺様な感じの、こう、すぐこう、遊び誘っちゃうような主人公ね、軽率に遊びに誘っちゃって、けど、でも結構エスコートするというか。なるほどね、俺ね、それぴったりのネルは。あ、本当に？え、ね、楽しみだな。一個目の先輩のね、これサルカン先輩ですね。おお。このサルカン先輩は、今日その転入してきた、トキワユーちゃん見て、お前が今日転入してきたトキワっていうのが、ちょっと辛かったよって言って。そう。口悪いな。で、俺と一緒に放課後ドラゴン乗りに行かねえかって。ドラゴン乗りに誘ってくれるの。いいね。本当格闘ドラゴン乗り。そっかそっか。さすがにね、マジック界ですから。で、なんだろう。お前、俺の、腰ちゃんと握っとけば離すなっつって。お、いいじゃないですか。で、決め台詞は、おい、時はお前いい匂いすんなっていう。ちょ
っと待って、やっと2人目でもう絶対に匂い嗅いでくるんだけど。そっか、そういうのダメなの？よくはない。なんか私が、うん、私はね別にいいよ、なんかいくらでも匂いを。あ、世の女性がみたいな。そうそうそう、世の女性は分かんない、うん、もしかしたら猿川先輩の方を叩くかもしれない。猿川先輩ね、あの、まあ、2個上なんだけど、うん、まあ、見ての通りね、あの、うん、8郎ぐらいしてるから八竜か。ダメンズじゃん。もうそんなしょうがない。あの ドラゴン乗ることにもう人生かけちゃったから。そうなんだ。もうずっとね3年生でいるっていう。じゃあ私のね、例えばその先輩、うん、私が想像するその学園の先輩ってちょっと、うん、なんだろう、他よりもまあお金持ちだったりとか。あー、なるほどね。どう猿か。いや、硬化してほしいんです。あの野生のドラゴン買ってダンボールにするんです。そうか、あー、そのね、金持ちの先輩っていうのね、考えなかったな。ちょっと金持ちは、あの、同級生に作ろう。うん。そっかそっか、硬化したか、選ばんな。だから、なんつうの、だから、硬化しただからさ、まあ、遊びに行ったりできるわけよ、すぐそうやるから。あ、そっかそっか、そこが家だもんね。時は先週のジャンプあるぞ、つって。それ拾ったんでしょ。拾ったやつ。じゃあ、うん、逆に今度は後輩かな。ああ、なるほどね。そう、後輩っていうか、まあ、転入してきて、うん、もしマジわかんない、高校2年で転入してきたら1年したでしょ、うん、高校1年生で、うん、あとすごく甘えたで慕ってくる感じの人懐っこい。ああ、なるほどね。 その面倒をあの見てあげたくなっちゃうみたいな。あ、そう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 、時は先輩みたいな。そう、ぴったりのいるよ、もうこれ。あ、ほんと、で、ワクワクする。ゴブリンです。いやだー。え、なに、もう顔がダメってこと？え、なんだろう、もうなんか服装がさ、これあの制服なの、この学園の。この学園の制服だから。え、プリンズウォーカーじゃないし。だからまだ1年はプリンズウォークしない。あ、そっか、できないんだ。だからあの1個下のゴブリン君、うん、あ、そっかそっか、もうメロメロなのよ、君に。もう、休み時間のたんびに、あ、来てくれるの、うん、なるほどね。ゴブリンか、うん、ゴブリンに世話焼こうと思うの。やっぱダメだ、外見。外見？ね、外見か、うん、もう少し歯磨いた方がいいよね。ああ、なるほどね、まあ、自慢の歯だからね。そうだね。あとはなんだろう。あ、でも分かった、じゃあちょっとマッチョに見えるから、マッチョのところはいいんじゃない。そうだ、体鍛えてるから。あ、ほんと？先輩、あの、うん、俺今体鍛えてるんです。おーおー、あ、ほんと？結構じゃあ頑張り屋さんなんだね、うん、うんうんうん、選ばんね。で、まあ、決め台詞は、先輩今日もいい匂いっすねっていう。え、ちなみにさ、学園っていうことはさ、うん、まあ、これ禁断の声かもしれないけどさ、うん、教師っていうのもさ、いるの？いるね、絶対いる。教師いるんだ。100%キャラクターとしてはね、出てきますね。え、なんか俺はあんまやったことないけど、はい、男の方にはさ、女教師ってあんいない気がするんだよね。じゃあ重要じゃないの？わかんない、なんだろう、でもなんか、うん、年上のその男性でしかも教師っていうのは、うん、ちょっとまあ魅力があるポイントなのかもしれないから、ちょっとその男性教師キャラの特徴教えてよ。あ、そうだね。ね、うん、ま、とにかく頼れる、うん、もちろんね、そうなんだけど、うん、頼れるけど、うん、まあ、頼れるし、優しいし、例えば、うん、体育の先生みたいな。ああ、はいはいはい。そう、かっこよくてみんなのヒーローになっちゃう。体育の先生って大体もうあの、うん、両津監督みたいなやつしか出てこないんだけどさ、それでイケメンって成立するのかな。そう、何のスポーツしてもやっぱ先生だから一番かっこよく決めちゃう、ね。そりゃそうだろう、生徒何歳だと思ってる。絶対あの先生勝つだろ、そんなもん。そう、まあ、でもちょっとこうお茶目な一面があったりとかね。なるほどね。でしょうか。はい、それはね、もうこいつがね、もう頼れる先生って言ったらこれしかないね。あの、おー、はい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 、はい、あー、ちょっと納得したかもしれない。これは、あの、今ね、マジック界で最も頼れる男の一人だから。リアルで、ほんとそうだね、うん、全然、うん、他はね、ね、なんかちょこちょこいるん、うん、本当にいろんなキャラクターいるんだけど、うん、一個気になるのは、本当に浮世離れした感じのキャラクター。浮世離れ、そう、人じゃないってこと？人、多分人なんだけど、うん、あの
宇宙人みたいなってことなんかそのミステリアスすぎて。あそうかもしれない。ミステリアスだし、うん、こう話しかけてもあんまりうんみたいな、なんかあんまり返してくれなかったりとか。それに なびくのそもそも話として。それが仲良くなるにつれて、うん、エピソードを重ねるにつれてどん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 仲良くなっていくの。私に心を開いてくれみたいな。あとなったらね、もうこれしかないね。ドイツだ。ね、まあ、うん、同級生のドビン君ですね。え、ほう。彼はもう無口で、まあ、いつも彼の周りにはなんか虫みたいに飛んでる。無口までまでめっちゃ良かったのに、うん、なんで虫飛んでんのよ。無口っていいの？俺分かんねえんだけど、無口のやつの良さは。あ、無口がいいというか、そのキャラクター的にはね、うん、あって全然いいというかね、うん、その無口な人の心を開いていくのが楽しいのよ。あ、なるほどね。はい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 。あ、そういうの好きなんだな。最初は全然仲良くしてくれないけど、うん、こう本当に、うん、なんだろう、ストーリーを大ごとに、ね、ごとに、うん、だってこいつ目赤いし指6本あるからね。そうだね、うん、ミステリアスすぎるでしょ。そうだね、どこから来たのかな、うん、でなんかその回を重ねていくごとに初めて喋るのが、うん、時和さんいい匂いですねってトビが言ってくれた。そう、それキュンってなる、それともキモってなるね、うん、ちょっとすごい複雑でさ。複雑か。でなんかそこあ、じゃあドビン君でいく、あの今回の物語は。あ、そうしようかな、うん、じゃあドビン君を、どういう感じでさ、じゃあ無口キャラとさ、うん、どうやって心通わしていく。うん、プリン買ってあげる。なんかそのおい、うん、何が好きか分かんないじゃんか、からちょっと甘いもの好きみたいな。ドビン君甘いもの好きみたいな。ちょっと待って、俺単純にさ、その男女の環境の中でさ、うん、例えば俺が無口キャラでさ、うん、高校でこれずっと無口だったらさ、うん、プリン運んできてくれる女がいるの、俺なんかそれのこと感動なんだけど。喋り損じゃないよ。え、マジで。でもさ、例えばさ、それミステリアスでさ、うん、あ、いいなと思ってさ、うん、そのドビン先輩がさ、読んでるのがさ、ガルパンとかだったらさ、うんうん、どうすんの。それでもなんか、あ、でもギャップ萌えだよ。何それ、表裏一体で絶対成功するんじゃん、ドビン君。で、じゃあまあいいや、じゃあそういうゲームやったら告白する、うん、あ、違うか、え、男がさ、うんうん、アピールしてくるのか。そうだ、ね、普通さ、そう、私もそこちょっと今考えてて、そうだ、うん、え、男のギャルゲーってさ、うんうん、こうやってアピールしに行く感じだからさ、そっか、その女性からなんかアピールしまくってくるみたいなのってあんま想像してなかったから、うん、だから告白するのがクリアみたいなさ。そう、なるほどね。で、逆に、うん、その乙女ゲームは、うんうんうん、こうやっていいよって来る中で自分が最後選べるの、うん、あ、そう、そういうタイプもちろんある。そうなんです。じゃあ別にさ、なんか難解なことなくね、そのいっぱいあのいろんなイベントをやって、うん、最後じゃあどれにしようかな、じゃあこれにしようっていう感じでエンディングのイベントを楽しめるってことなの、うん、ね、あ、うん、いや違うぞ、うん、だいたい本当に最初に選んじゃう、うん、はい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 、最初にその、うん、やっぱガッとこうみんな集結して、うん、さあ誰を選ぶみたいな、うんうん、誰と一緒に人生を歩みたい、うん、みたいな感じで聞かれるから、こいつみたいな、うん、で設定するのね、まず、うん、で自分の名前も設定して、うん、でそれでその人中心のエピソードが始まるって感じだから、うん、うん、あれだ、最初は普通の友達みたいな感じだった、うん、でそこで自分が気を利かす、気が利くよう、うん、なんていうの、その人に対して振り向いてもらえるようなことをやっていくうちに、うん、あっちが好きになってたから、うん、振り向かせる系かな。あ、じゃあ告白させたら勝ちなのか、クリアなのか。でもそれはでも本当、うん、3話から5話目くらいで終わる。そうなの。そっから最終目標ね、本当にデートはもう重ねていくんだよね。はぁ、デートは重なっていって、結婚まで行くかな、行くやつもあると思います。へぇ、はい、じゃあ、まあ、今回じゃその最終的に新入生のゆうちゃんは、まあ、ドビン君と、まあ、結婚したと思ってで、まあ、その乙女ゲームね、本当に知らなかったから、うん、結構ね、発見がいっぱいで、まあ、会話してて面白かったし、おそらく視聴者の人もね、知らないと思うから、あ、本当に、なんか、まあ、みんなにとっても勉強になる動画になったと思います。で多分女性視聴者には届いてないけど、こういう感じでね、マジックにはね、魅力的なね、男性キャラクターが多いんで、まあ、これ見てね、あ、サルカン先輩いいなとか思ったらね、ぜひマジック買ってやってみてください。私と一緒に思いましょう、うん、
で、このね、あの時がゆうちゃん の, あのチャンネルはね、概要欄に貼っておくんで、それもチェックしてみてください。よろしくお願いします。というわけで、今回は開封です。よしひろと時がゆうでした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。